お疲れ様でした。ありがとうございました。まず試合勝利おめでとうございます。ありがとうございます。感想からいいですか？そうですね、やっぱ KO したかったんですけど、まあ判定になっちゃったんで、そこが悔しいっていうところがやっぱ一番大きいですかね。まあ相手が予想以上にタフでしたね。ちょっと気迫に押されてしまったというか、後半って感じです。まあ反省が多いです今回は。結構いい場面まで行ったところって多分あったと思うんです、はい、見た感じですけど、はい、感触的なものっていうのは。いや、感触は結構あったんですけど、やっぱリカバリー、まあ、外人特有なんでしょうけど、リカバリーが早くて、でやっぱりね、ガンガン前出てきて張ったりも効かしてくるじゃないですか。そこでちょっとあれって自分の中で勘ぐっちゃって、あと一歩いけないかったですね。なんか逆に自分が攻めてんのに追い込まれちゃうっていう場面が何回か自分の中であって、そこはちょっと本当反省ですね。までの選手の中ではやっぱタフな選手でしたか？そうですね、ライジン今までやった選手の中でやっぱ一番タフに感じましたね、肉体的にも。はい。最後マイクやんなかったの何かあるんですか？何なんですかね。いや、俺マイクあんのかなと思ったんですけど、全然来なかったから、判定やろうは早く帰れってことだなと思って潔く帰りました。いや、なんか本当見てた時に なんかこう納得してなかったのかなっていう、そういういろいろあったのかなと思って、そういうことだったんです。そうですね。ちょっと今後の目標というか、今回の受けての課題とかってありますか？いや、まあ課題は山積みで、やっぱりね、外国人選手はみんなあんぐらいスタンダードにタフだし、プレッシャーも強いしで、ね、気持ちも強い選手多いんで、やっぱそういう選手ともっともっとこう試合、まあ、練習なりでもそうですけど、もっと免疫つけていって、ああいう選手をしっかり気持ち、心もその肉体的にもこの打ちのめせるようにっていうのが目標ですかね。まあ本当どん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 強い選手とやりたいです。ありがとうございます。Just two questions to you. What's your opinion about Diego Nunes' performance against you? Diego Nunes 選手のインプレッションの印象を教えていただけますか？やっぱもうさっきも言ったんですけど、タフだし気持ちが強い選手、ガンガン前来るし、やっぱり俺がバゴンっていいの当ててももうポーカーフェイスでどん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 前に来るっていう、やっぱ気持ちが強かったと思います。はい。Yes, he is very tough mentally and well physically, and even though he strikes many times, he kept poker face. He was really calm. And my last question is about we interviewed a couple minutes ago Derek Cruikshank, and of course in a couple months you challenge Cron Gracie and Darren wants to fight in you. If you look in your future, what's next for you? What do you want to face? Do you keep these names in your head, or do you want to face another person? 数ヶ月前ですか、まあ、ダロン・クルクシャンクだとかクロム・レイシーさんとかと戦われたんですね。クロンと戦ってないですね。あ、すみません、ダロン・クルクシャンクさんと戦われたりされたわけですね。でこれから将来どんな方と戦いたいですか？なんか一人こう何人か戦いたい相手っていうのが具体的にありますか？まあやっぱ世界レベルの選手でリアルタイムで世界レベルで戦っている選手っていうのがあって、まあ、特にね個人名っていうのはまだ思い浮かべられてないんですけど、なんだろう、個人的にはベンソン・ヘンダーソンとロンゲ対決とかしたいなとか、あっこら辺のね本当にリアルタイムで強い、世界の標準で強い選手とやりたいですね。 So I really would like to fight with top level fighters, currently top level fighters such as Benson Henderson, long hair battle. 面白いかなと思って、それは
個人的にね。さあもうこれ対決。少々ちょっと失礼な話かもしれないですけども、はい、今まあちょっと論議対決とおっしゃいましたが、ちょっとまあ私もちょっと昔まあ武道はかじったというかやってまして、まあ吉選手の試合を拝見すると結構試合中髪を気にしてらっしゃるなみたいなところがあって、気になるというか、そのかき分けたり、まあ、触ってる間に何かやられたらどうしようみたいな、ハラハラしながらそこら辺って、まあ、拝見させていただいてるんですけど、そうですね、はい、そこら辺ってまあでも自分の中ではそんなに今日も一回もかけられてないよねってぐらいの感じで集中はしてて、で結局なんか癖で髪の毛で短髪の時もやっぱ鼻触ったりだとか、こうやってなんか顔触る癖があって、僕だからまあ集中はできてるんで、そんなに皆さん思ってるほど邪魔に感じてはないです。はい、それこそね、武道武士はこうロン毛な人多いじゃないですか、ああいうノリです。髪の毛で相手の殺気を察知する的な、あそこを目指してます。宮本武蔵でしたっけ、坂本宮本武蔵かな、ああいうノリ目指してます。